どうも、もしかしたらです。本日ねこの格好でお送りしてるんですけれども、東京マラソン2021、走れなくなってしまったということで非常に残念でございます。はい、まあものすごいね、あの倍率をクリアし、そして練習もしてきてというところで、まあ中止で走れないという、走れなくなってしまったということはすごく残念ですね。まあなんでねここまで残念がってるかというとね、まあもしかしたらだけにね、あのもしかしたらご本人様がね、したら言うた選手が出てたかもしれない。そうなった場合ですよ、同一レースに僕は出れてたっていうことなんですよ。でそうなった場合どうなってたかというと、もう絶対にこうなってたっていうのをね、皆さんにちょっと見ていただきたい。絶対にこうなってたっていうシーン、ご覧ください。こちらです、ドン。はい、スタートでねこういう風に並んでましたね。うん、そして、こういうパターンもあったと思いますよ。並走ですね、まあ、絶対こうなってましたよね。うん、絶対こうなってましたよ。これができない、残念。そしてそしてさらにこういうパターンもあったと思う。で僕が引っ張るってことですよ、ついてこいって。俺についてこい、絶対にこれできたでしょ。こんなできないんですよ、くそ。そしてねこのパターン、ま、これが一番現実的ですね。これドン。肩組んじゃってる。残念だな。最後にねやっぱりゴールですね。ゴールシーンはこちらです。まあまあ、あの皆さんもね、もしあの自分の中でこんな東京マラソンがあったよっていうのをね、あの皆さんの中での想像というか、うん、コメント欄に私だったらこうなってたみたいなのをあのコメントいただければなと、はい、思います。君とカーボローディング、君とカーボローディング。